グリシャは巨人の力を持つ者だった。彼が何者なのかはわからない。アーンヘッドはフリーダの中に宿る巨人の力だった。フリーダの巨人は全ての巨人の頂点に立つ存在だった。だがそれを使いこなすにはまだ経験が足りなかったのだ。フリーダは進化を発揮することなくグリシャに食われ力を奪われてしまった。その夜14歳のディルクと12歳のオーベルを叩き潰し、10歳のフロリアンを抱えたツバコと踏みつけ、